でかバスフィッシングアワーチッパーは DD で爆鳥後のエリー115 TW 10月中旬イン石手川ダム。いつもご視聴ありがとうございます。バスリアワーとはフローターアルビボットでシネルアワークソを中心にハードベイトを投げまくる動画です。ただいま夜中12時過ぎております。小声でやっております。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今日はですね、朝早くに違う釣り場に行ったんですけど、大雨でサイズはちっちゃいけど釣れました。釣り一気に失いまして、じっとしといてください。あまりにも眠かったっていうのもあって、あの近所のリザーバーに昼から長考に来ております。で、ここが例えば減衰中ですね。あ、その前にバスリアワーズポイント、チッパー DD ブレードはストップ暗号動向が有効です。というのも、あのスローフローティングなので、こう止めた瞬間にあのブレードがですね、こう不規則な動きをするんですね。それによってこうリアクション的なあの釣りができるんじゃないかということで、結構僕ストップアンドゴーするんですけど、結構止めるときにですね食ってくること多いです。あとですね、こう今こう巻いてると思うんですけど、こうぐーっとこう巻き上げてくるタイミングでですね、あの血取るんですね。その血取るタイミングの時とかに結構あの食ってきたりする場合があります。結構あのブレードがやっぱり不規則に動いたりしてるので、あのそれがリアクションを生んでるんじゃないかなと思っております。で、ここの場所っていうのがですね、土砂崩れ跡ですね。ちょっとこう崖が崩れて土砂崩れがあってですね、あのちょっと今画面には映ってないんですけど、木が沈んでるんですね。大きい木が沈んでて、そこに結構今回魚が溜まってた感じですね。で、こうちょんちょんこう竿を上げてるのは、あの当たりがカンカン当たる感じですね。こう食ってきてる感じだから、結構魚が溜まってる感じがしてます。ほら、見えてきましたね。この木沈んでるんですよ。結構大きい木がこうドンと沈んでるんでですね、そこに結構魚が溜まってる感じでした。大体チッパーは16ポンドラインで 2.4 メートルから3メートル潜ると西根さんのホームページに書いてました。カンカンやっぱ当たるんでですね、ちょっとやっぱ合わせると魚が釣れてくれます。サイズはちっちゃいですけど、1頭に1回当たってくれたら楽しいですよね。で、今日はあの曇りということでですね、クロームカラーチョイスしております。ただ、まあ、こんだけ魚がいるとこう超過に差が出るのかなということで、ホログラムシャッドからゴーストシャッド、あのこうキラキラが抑えめの、そうですね、どちらかというとナチュラル系なあのルアーで釣れるのかどうかを試してみようということで、ゴソゴソしております。ちょっと雑なんでね、細かくシェイクして外そうという感じですね。なんといってもチッパーのいいところってやっぱブレードがあるところですよね。あのブレードと針が当たるカシャカシャ音と、不規則に回転するブレードがリアクション効果を生んでると
思っております。やっぱりゴーストシャッドでも普通に食ってきます。このぐらいのミドルレンジクランクを投げたときにこれが釣れなかったら、次はですね、まあ、チッパーは DD ブレードで釣れることはよく分かったので、今度は2000ぐらい、チッパー DD ブレードからラパラの DT8 ですね。 DT8 なので、だいたい8324、2.4 メートルラインですね。ブレード効果なのか、レンジ感が合えばハードベイトに食ってくるのかどうかっていうところをちょっと検証しているところですね。この感じからしてレンジ感が合えば魚食ってくるのかなっていう答えは出たんですけど、実際これ DT10 に変えるってことは3メートルラインですね。でぶっちゃけ本当に僕西根さん大好き、西根ルアーワークス大好きなんで、で西根さんびいきするわけではないですけど、明らかにこの DT8、DT10 よりかはチッパー DD ブレードの方が当たりは多かったです。じゃあ本当です。ブレードのカシャカシャ音、やっぱカシャカシャ音がいいんやと思います。音でこういうやっぱ魚寄せてんじゃないかなと思います。で DT シリーズの場合は、まあ、バルサクランクで、でまあそれなりにボディと針が擦れて音はしてると思うんですけど、まあ、やっぱブレードと針の金属音に比べればやっぱ音も静かなのかなって感じはしますね。であと割と DT そう、当たりの数はチッパー DD ブレードの方が多いねっていうのは本当にその通りなんですよ。で DT 系の場合は割とどっちかっていうとクランクベイトの中でも僕は水押しが割と弱いというか暴れない系のルアーが、巻き心地が割と僕は楽というか好きなルアーですね。このサイズやけど入れ食いやわ、ほら入れ食いや、一頭に一回釣れてる。痛いよ、ごめんなさい。市川さんの針結構鋭いですからね。結構これ暴れてぐっさりいたんですよ。まあぶっ刺さらなくてよかったですけど、いやーまあサイズはね、そんな大きいのは釣れてはないですけど、こんなに当たりもバンバンもう1頭に1回釣れてくれたら楽しいですよね。やべえ、入れ食いだ多分ですね。入れ食いワックスだよ入れ食いワークスだよ、ほんとそうですよ。まあ実はそのフローターの椅子の空気が抜けてきたので変えることにしてたんですけど、そうここ要チェックです。後で予言してますんで。あっこでそう、そうあっこでそうっていうのはさっき要チェック矢印つけたところですね、が結構こう角っこになってて、木が
若干沈んでるっていうのもあって、あの減衰リザーバーにしては上もちょっとこう、まあ、影っぽくなってて複合的になんかいそうだったので、こいつ見たことあるぞ。この毛が見たことあるぞ。ほら、ダーン。エリー115 TW。TW。ワカサギからですね。ここにね、あのお腹のところにちょっと傷があるのを買ったことがあるんですよね。だからまた連れてくれましたね。本日終了。はい、お疲れ様です。本日はですね、昼からの朝行ということで、実は朝違う場所のリザーバーに行こうと思ったんですけども、大雨で、やる気を失せてしまい、帰るという、で眠かったっていうのもあってですね、帰って寝るという、2時間かけて帰って寝るっていう、まあそれ置いといて、まあ、あの昼から曇ったので、松山市内にある近所のリザーバーに行きました。で今日は、NFX プロの C62L という竿が届いたので、そのインプレというか、比較動画ができたらなということで、来ました。でまあ本当に短時間長考だったので、もう特定の箇所だけやろうかなということで回ってたんですけど、まああの、土砂崩れ跡の木の沈み物にですね、まあ、あの小さい、まあ、30弱ぐらいのバスがたくさんついてたということでですね、入れ食い状態でした。まあレンジ的に多分チッパは DD のレンジ感とあとブレードが効いたと思います。2メートルぐらいからもうガン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 当たり、30、まあ30までいかないな、20前後から、20後半ぐらいの魚が結構釣れてくれました。まあオートリリースだったので写真はないんですけど、で最後にここにいるんじゃないかということでですね、角っこの炭ですね。まああの昔から減衰する前から実績のあるポイントではあったんですけど、まあ減衰してちょうどこう角っこになって木が沈んでて、まあ複合的なストラクチャーが入ってる場所だったので、シャローに魚がいたらまあ出せるでしょうということで、いたらもう出ちゃうんですよ。このエリー 115TW はこうくるくるってこうキランでフップって上がる瞬間にもうバーンとリアクション的にってんじゃないかなと思うんですけど、とにかく魚のいる場所さえ分かってたら出せるルアーやと思うんです。だから釣れた魚でもそこに魚さえいたらこの TW 投げてくるくるぴょんでくるくるぴょんでその釣れてる魚をもう引っ張り出せるんちゃうかなとは思ってます。ただまあ愛媛は比較的その関東とかに比べるとプレッシャー低いフィールドだと思うので、まあそれなりに出やすいのかなっていうのは正直あったりするんですけど、まあ関東のリザーバーでも本当にここに魚はついてるだろうけど、なかなかやっぱりプレッシャーが高くて出ない魚っていうのを、まあくるくるぴょんで2回3回巻いてボコンと下から浮かせれんじゃないかなと思ってます。で今回はその、まあ、あの複合的かつ、まあ、僕キャスト下手くそなんで、で
もうやっぱタイトに投げないとなかなか魚って出せないというか、ついてるところから引っ張り出せないなっていうのを、まあ、経験上感じていたので、タイトめにで、かつトレーブルフックだとやっぱりタイトに投げた時に木に引っかかったりしやすいので、まあそのできるだけ、タイトに投げても根がかりしにくくて、そこからこうくるくるぴょんの動きを、出したいなということで、まあ、ツインフック仕様に、でこれはあの市販の、ピアストレーブルの、 あのチューブ付き の、 あのツインフックに交換したらですね、まあ、若干やっぱ針のフックが重くて、あの浮き上がりが遅かったので、やっぱこのキレも大事やなと、浮き上がるキレが大事だなっていうのも感じたので、今回はあの市川さんの元々の標準でついてる針を全部1個ずつカットしてで切りました。なのでカットした分は軽くなってると思いますけど、それをタイトに、まあ、結構うまくキャストが決まったので、もうくるくるでボンって来ましたね、1回で。でちょっと映像が、カメラのアングルがあの別アングルだったので映像は映ってないんですけど、もう1回目結構際に投げてくるくるって巻いたら、もうその瞬浮き上がりで、釣れました。46、結構ブリブリの、なんか大きい魚はやっぱシャローについてるなっていうのが今日の印象ですね。やっぱりまあ隠れやすい、まあ、こんだけ減衰してるので、こんだけ減衰してる中でも隠れやすいポイントにはやっぱりシャローに魚は、大きい魚はいるんだなっていうのが、正直な印象です。はい、なのでやっぱり TW は出せるルアーだと思います。あのいたら出せるルアー、魚がいたらそこに、だから呼ぶルアー、呼ぶには弱いと思います。なんか音もないし、あくまで水中でこう水をちょっと押すぐらいで、あとはこのキラっていうこの魚感、ベイト感を出せるルアーだと思うので、いる場所に投げたら釣れる、魚を引き出せるルアーですけど、遠くから呼べるルアーだとは思わないです、僕の中では。だからいる場所をまず見つけないといけないっていうのが ありますけど、いたら釣れるルアーです。この濁りにはやっぱワサカサギのこのキラーがいいですねっていうのが、感想です。ちょっと今日は短めでしたし、フロタの椅子の空気は抜けてきたので、今日はこの辺で失礼したいと思います。アディオス、ありがとうございました。T シャツ以外も販売してます、見てみてください。コアングラプロジェクト指導、コアングラに興味ある方はインスタグラムをチェック。牛尾さん今年優勝しましたよ。ゆうあくんも MLF 優勝しました、すごい。ハードフェイト、クランクベイト好きな方はチャンネル登録よろしくお願いします。